どうも、ですね、韓国放送の、ですね、ビッグジーポの一番弟子のですね、久保田コンチータと言います。さあ、人に配信やめさせといて、なんやお前、な、韓国放送がな、配信休んどいて、お前さ、何こそれ、その情けない放送は。おい、ジーポ、おい、ジーポ、てめえこの野郎。なあ。急に真っ暗画面で、バイオハザードやります？は？ランドセルありがとうございます。なんだそれ？なあ。お前ヘタレ、いつからそのヘタレになったんじゃ。おい。ミラーもしないわ。おう。コメントするとカチカチ音がして、だって俺耳を澄まして聞いたのね。そうしたら、どっかで聞いた音がしてさ、トントン、カチカチカチトントン。あれ？このリズムってアワードじゃんと思ってさ。なんなのこれは。普通であったら、画面出して、こうやってさ、土下座して、白装束か何か着てさ、本当に被害者の皆様、申し訳ございませんでした。ってやると思ったら、一切コメント見ないの。スルーして。で、ギフトだけもらってんの。ギフトだけもらって、あ、ありがとうございます。記者会見ありがとうございます。とかさ、な。もうね、飯食ったよ、もう。いや、俺はちゃんと謝るって言うか謝るよ。あ、でも、はい、止まってんだ、俺も。固まってる。いつまでお前のそのさ、固いプライドがさ、なあ、邪魔してんの。ポコチンの次はプライドが同じぐらいカチカチなんだろうな、きてめえはよ。なあ。もう、一回復活した時にやらんと、お前次ないぞ、本当に。お、ジーポ。復活した時は、その時ぐらいは、ちゃんと、な、一回でも枠取って、しっかりと説明すれば、もう、鎮火するのにさ、なんでその鎮火をしないの？燃やしたいの？まだ。説明、リスナーがね、一回でもそれで分かったらもう終わるんだよ、ジーポ。なあ。だから、そこの時だけは説明してやりな、ちゃんと。お前、せっかく1ヶ月さ、ずっとさ、期間空けてたじゃん。ねえ。もったいないよ。なあ。ずーっとこの先言われるぞ。本当にユイガさんの一番弟子ってずっと長つく言ってもいいの？ユイガがツイッターで、ビッグ兄ちゃんは、ビッグ兄ちゃんは俺の一番弟子。ビッグ兄ちゃんはよ、俺の一番弟子なんだよって言ってたのが、本当にそうなるよ。さっきさ、ギフトアイテムで、ね。あ、ランドセルありがとうございますって言ったけど、まさか別の意味の赤いランドセルを見てさ、ありがとうございますって言ってたんじゃねえんだろうね、この野郎。はい。さっき上からランドセルがぴょんぴょん落ちてきたのね。そうしたら、ランドセル、ありがとうございますっていう言葉にさ、なんか重みを感じたよ、俺は。電話出ないもんだって。電話するか、じゃあ。いや、本当にこれはもうダメだよ。やり方が下手。間違えてる。あれ？ちょっと待あ、俺、名前変えられて見つからんの、これ。ビッグニートってお前出てこないんだけど。え、なんで出てこないの？名前変わっちゃってるのかな。名前が変わっちゃって見つからんの？絶対やらん。今日はね、ゲームなんてやってる場合じゃないよ、本当に。
バイオハザードなんでさ、うん、これか。なんでさ、ゲームやろうと思ったの？おい、ジーポジャパン！これやる。なあ。いいか？お前は、今日で鎮火できんかったらずっと言われるんだよ。お前のことを思って言ってんだ。これ別に、俺が何か炎上したいとかそういうわけじゃなくて、1ヶ月間ね、温めたものを、そんな下手くそな料理人をするな。いいネタがある、ネタをしっかりと料理しろ。なあ。じゃないとずーっと言われるぞ。この先。コメント荒れて、カチカチやろうが変わらない。その場でリスナーさんにね、お前の味方で回るリスナーさんが少なからずいるんだから、そこをうまく使わないと、本当にこの先、できなくなるぞ、マジで、ちゃんとしたことが。そこは変、そのへんてこりんなプライドを殴り捨ててさ、もう、落ちるところまで落ちたんだから、いいじゃん、もう。なあ、これ以上惨めを晒すな。本当にさ、なあ、お前のこと俺応援してんだよ本当に。配信者の中でもさ、口が立つじゃん。言葉をお前そんなことで潰れてほしくないんだよ。だからこんなさ、しょうもないバイオハザードなあ、真っ暗画面で逃げるように、なんで怒ってんの？あのね、さすがにあのリスナー、俺もちょっとね、自分の枠を切って見たんだけど、あのギフトにだけ反応してコメントも読まず、なんで荒れてんのって、おとぼけしてたから、おとぼけしたんだよあいつは。よな、悲しいわ、一配信者としても。通報？もう通報するんだったら終わりだよ。本当にね、うん、応援してる人に対しまで牙むくんだ。応援してる人にまで対して牙むくんだ。な。分かったよ。ジーポありがとう。じゃあ俺が悪かったから消すね。頑張って。俺はこう見えても救いの手を差し伸べたつもりだったんだよ。君に。本当に今日もしね、暗闇画面でゲーム実況なんか誰も求めてないのことしたら、お前の配信センスはこの1ヶ月間で失われたわ。お前も女によって、あ、女、あ、そうそう、なんでもない。うん。ごめんなさい、語弊で、なんでもないです。うん、なんで、ごめんなさい、なんでもない。じゃあでも俺も興奮しすぎてちょっとおかしくなってた。ごめんなさい、なんでもないです。なん、うん、ね。まあね、うん。まあとにかくさ、まあ、言いたくないこともあるかもしれんし、言えないこともあるかもしれんけど、じゃあ何のためにニコ生で配信やったんだろうって話だよ。な？録画されてますよ。録画で、そんなことで俺が恐れると思うか？俺はな、ニコ生をな、15年間こう見えてもやってきた男だよ。な、ある程度のプライド持って喋ってるわ。な、叩かれようがバカにされようが、俺だって大炎上したこと何回もあるよ。な、お前の日じゃないぐらい炎上したことだって山ほどあるよ。でもな、その炎上をな、なんとか乗り切ってるから今があるんだよ。嫌われようが、リスナー離れようが。正直にそこは言わなきゃいけない時もあったよ。言いたくなかったけど。なあ、不倫した話だとか。なあ、そんなのなんて言いたくねえよ、普通だって。でも俺はな、それにも向き合ってしっかりとごめんなさいって言ったよ。謝るべき時は謝るって。そういうこともあったから、なあ、ね、リスナーとは向き合わないと、本当に応援してくれる人がいなくなるよ。なあ、
ジーポ。ジーポ、聞いてるか？なあ、あとでタイムスリーでもいいから、ちゃんと、見ろよ。俺、名前、ね、お前の名前言うと、あとでバンクラと困るから。じゃあな、まあ、今俺がいるとやりづらい、やりにくいこともあるかもしれんからさ、俺はここで一旦風呂入って引くから、あとはな、お前の配信、残されたお前の数時間の配信で決着を決めなさい。言いたいことは俺だよ。じゃあな、みんなもこれで俺は消えるよ。じゃあな、彼の放送応援してあげて。書き、俺あと連投とかする人いたかもしれんけど、やめろよそれは。本当に連投行為はね、一概なくNG 食らうから。いや本当にダメだよ、うん、じゃあな、風呂行ってくるよ。さよなら、応援しよう、うん、さよなら。嵐じゃない、嵐俺嫌いだからやめて、それは。じゃあね。